はい、こんにちは、リビです。今回は知っていると得する平行キーの使い方3種というテーマでやっていきたいと思います。私 FA の機械設計として7年間今まで仕事をしてきているんですけれども、私のチャンネルを見てくださっている方はですね、機械設計のスキルを高めていきたいっていう人いっぱいいると思うんですよ。で、中にはですね、その機械設計関係の本を読んで、でそれを自分の知識として蓄えていこうと、そういう風にしている人もいるかと思います。で、私もですね、そういう思いで本を買って読んだりとかしていてですね、でその結果ですね、もう順調に積読が溜まっていってるんですけれども、ただそういう本をたくさん読んでもですね、いざこう実践ってなるとですね、そういう使い方もありなのとか、あ、そういう発想があるのかみたいな、なんか本には載ってないけれども、あ、なるほどっていうことってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で、例としてよくあるのがですね、その機械設計の本っていうのは、そのメカニズムに関する本とか、あとはその機械要素の使い方に関する本とか、あとは図面の読み方に関する本ってめちゃくちゃいっぱいあるんですけれども、その一方でですね、例えば組み立て性を考慮した設計ってどういう設計なんだろうとか、あとはメンテナンス性を考慮した設計ってどういうところに気をつけたらいいのかなとか、そういうところって本にはまず載ってないんですね。で、そういうものっていっぱいあるんですけれども、そんな中でも今回はですね、平行キーについて取り上げていきたいと思います。で、平行キーって何っていう人のために一応解説はしておくと、まず機械要素でキーっていう、そういうものがあるんですね。で、そのキーの中で、いくつかあるうちの一種が平行キーと呼ばれるものです。キーって平行キー以外にも勾配キーとか半月キーとかいろいろあるんですけれども、それらの中で一番よく使われるのが平行キーですね。で、この平行キーの使い方についてですね、一般的な使い方から、あ、こういう使い方もあるんだっていうものについて、本編で紹介をしていきたいと思います。で、本にはなかなか載ってないような使い方っていうのも解説をしていくので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。まず平行キーの使い方、その1がですね、トルク伝達。で、平行キーをトルク伝達のために使うっていうのは、これは一番ポピュラーなやり方ですね。トルク伝達って何っていうと、そもそも機械にはですね、必ず動力源が必要になります。で、その動力源、例えばモーターとかエンジンとかですね、そこで発生した回転の力、いわゆるトルクをですね、歯車とかをいくつか使いながら伝達をしていって、で、目的とする動きにしていくっていうのが、機械の設計なんですね。で、そういった中で、そのモーター軸に、その例えば歯車とかをつけて、そのモーター軸が回るトルクを歯車に伝えたいっていう、そこのところで使われるのが、その平行キーと呼ばれるものですね。なので、平行キーが使われている部分の構成ってどうなってるかっていうと、そのモーターの軸ですね、シャフトとか言ったりしますけれども、それと例えば歯車とか、あとはベルトのプーリーとかですね、で、これはボスって言われたりしますね、と、あとはシャフトとボスの間に平行キーを入れるっていう、そういう構成になります。でですね、そのシャフトからボス、ボスからシャフトへこうトルクを伝達するためにはですね、一般的にはですけれども、そのキー溝っていう、その溝を掘ってですね、で、そこに平行キーを入れてトルクを伝達をさせるっていう、そういう設計になります。で、平行キーってどんな形をしてるかっていうとですね、こんな金属のただの直方体みたいな、なんかそんな面白みのない形をしていてですね、で、しかも1個数百円みたいな、なんかめちゃくちゃ安かったりするんですけれども、ただこの平行キーってですね、なんならもう自分で適当に作っちゃえとか、あとは木溝も適当に寸法引いちゃえっていうわけにはいかなくてですね、ちゃんと実で寸法が決められてるんですよ。で、実を見るとですね、その平行キーとか木溝のこう寸法表みたいなのが載っていてですね、こういうサイズを使うならこうしなさいみたいなのがバーって載ってるんですけれども、主にその平行キーとか木溝の幅と高さですね、それが寸法が決められているんですよ。なので、平行キーを使うときはですね、平行キー自体は基本的には購入をして、で、キー溝の方はその JIS で決められた寸法とか交差通りにモデルを作っていく必要があります。で、シャフトとボスとの間のトルク伝達をするためのその構造っていうのは実はいくつかあるんですけれども、その中で平行キーを使うことによるメリットっていうのがですね、平行キーを使うとそのトルク伝達の部分の設計が割とスリムにできるんですね。ただですね、その平行キーを使ったトルク伝達のその機構っていうのにもデメリットがあって、で、そのデメリットのせいで、設計者の中には平行キーあまり使いたくないって言って別の方法を採用するっていう、そういう設計者の方もいます。
でそのデメリットって何かっていうと、まあ、シャフトに切り溝を掘るわけですから、まあ、そのせいで軸の強度が落ちるんですね。で特に切り溝の隅の部分って応力集中部でもあるので、それによってねじりの強度が低下するって言われています。まあ、ざっくり言うとその切り溝の寸法にもよるんですけれども、その丸のシャフトのねじりの強度に比べて切り溝のシャフトっていうのは強度が60数パーから90パーぐらいまで、そこまで落ちてしまうんですね。特に小型のモーターとかだと、まあ、モーター軸がそもそも細いので、もう切り溝なんて加工できないって言って、そういうラインナップがそもそもないっていうのもあります。でじゃあってことで、平行キーを使わずにトルク伝達ってどうやってやるのってことなんですけれども、ある程度のこの軸の太さがあれば、まあ、よく好まれるのがパワーロックっていう、まあ、そういう機械要素になります。でパワーロックって何っていうと、その軸とボスとの間にこう組み込む部品なんですけれども、でこう表面側にこうボルトがついていて、それを締めていくんですけれども、ボルトを締めていくとですね、その軸とボスとの間がこうくさびの効果でこうガッ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 ってこう食い込んでいくので、まあ、それによってがっちり固定されてトルク伝達が可能になるっていう、そういう部品になります。でパワーロックって確かですね、どっかのメーカーの商品名だったような気はするんですけれども、まあ、他にもメカロックとかシュパンリングって言われたりしていますね。まあ、ただ私パワーロックって呼ぶのが好きなのでパワーロックって言ってますけれども、でパワーロックを使う際はですね、そのシャフトに対して何かこう切り溝みたいな、そういう加工をする必要っていうのは一切なくて、もう普通の丸のシャフトでいいんですよ。なので軸の強度低下の心配はないっていう、まあ、そういうメリットが一番大きいですね。まあ、あとはメンテナンスの時とかですけれども、一旦こうシャフトとボスとを分解したいよっていう時に、平行キーとか切り溝ってこうバチバチに寸法が決まっているので、こうシャフトから平行キーを抜こうにもですね、こう抜きづらかったりみたいな、まあ、そういうことがあったりするんですけれども、パワーロックの場合だとその分解をする時に使うためのそのタップ、まあ、抜きタップって呼ばれるんですけれども、その抜きタップがついているので、まあそこまで苦労しないよっていう、そういうメリットがあります。まあ、ただパワーロックっていう部品はですね、まあまあごついので、シャフトとボスとの間の空間をだいぶ開けとかないと入らないんですね。まあ、そういうデメリットがあるので、平行キーを使ってトルク伝達をするのか、パワーロックを使ってトルク伝達をするのかっていうのは設計する機会と要相談になるかなと思います。続いて平行キーの使い方2つ目はですね、調整ネジのガイド。で調整ネジって何っていうと、その実物の機械をこう組み立てていく上で、その実物の状況を見ながらこう取り付け位置とか取り付けの姿勢とかをこう微調整したいとか、まあ、そういう時によく使われるネジのことですね。で設計ってそもそもここが何ミリでここが何ミリでって、まあ、一個一個寸法を決めていくのが、まあ、設計ではあるんですけれども、その設計段階ではもう確定できないような場所っていうのが、まあ、いくつかあったりするんですね。まあ、例えば画像処理に使うカメラとかですね、設計通りにカメラをこう組み付けたとしても、例えば組み立て誤差によってちょっと斜めってるとか、ちょっとなんか位置がおかしいとか、そういうことってめちゃくちゃあるので、それをその調整ネジを使ってこう微調整するっていう、そういう風な使われ方はよくあります。取り付け位置の調整なんてこう指で微妙にちょっとこう位置をずらしながらやればいいじゃんって思う方もいると思うんですけれども、例えばそれを 0.1 ミリ単位でやってとか、0.1 ミリだけこっち動かしてとか、そういう話になった時に、まあ、指じゃまず不可能ですね。でネジを使うとですね、まあ、ネジって1回転で何ミリ進むって、そのネジ山のピッチって決まってますから、まあ、それを頭に浮かべながら、例えば 0.1 ミリだけ向こうにやりたいってことは、まあ、今 M3 のボルトを使っているから、まあ、何度ぐらい回転させたらいけるかなとか、まあ、そういったことが可能になるんですね。で調整ネジって、まあ、いろんなところに使われたりするんですけれども、その調整ネジの設計の重要なポイントっていうのがあって、それは何かっていうと、一つの調整ネジに対して動かしたい方向は必ず一つ、もうこれがめちゃくちゃ大事ですね。例えばここの調整ネジを動かすと、X 軸方向だけに1ミリ動くとか、1ミリ手前に動くとか、まあ、そういうのが理想的な設計ですね。でそうではなくて、一つの調整ネジを動かしたら X 軸と Y 軸両方動きました、
こんなことになったらですね、もう調整したいもののコントロールができなくなっちゃうんですね。ただその調整ネジの機構だけですと、やっぱ調整ネジにもこう微妙なガタがあるので、そのガタによってその本当は X 軸方向だけ動かしたいのにちょっと動いちゃったとか斜めっちゃったとか、まあそういうことがあるんですよ。なのでそういう場合にはその調整ネジと一緒にガイドという、まあ、そういう機構を採用するのが望ましいです。でガイドって例えばリニアガイドとか、まあ、いろんな種類がありますけど、例えばそのリニアガイドみたいなそんないかついガイドじゃなくて、もっとこうコンパクトなガイドが欲しいとか、あとはこう何百メートルってこう移動させるわけではなくって、まあ、カメラみたいにプラマイ数ミリだけ調整しろがあればいいとか、そういう場合であれば平行キーをガイドとして使うのが割とスリムに収まるんですよ。で先ほども言ったんですけれども、平行キーとかそのキー溝ってその寸法交差がついているので、もうガタがほぼないんですね。なのでこう調整ネジを回しながら微調整している時でも、もうほぼガタつきがなく、もう X 軸だけの方向に調整できるっていう、まあ、そういうことが可能になります。はい、ここからはですね、より分かりやすく説明をするためにちょっと CAD を使って説明していきたいと思います。今これ簡単にちょっとモデルを作ってみました。でこれは何かっていうと、このカメラのカメラ軸方向を調整ネジで調整するっていう、まあ、そういう機構になります。でどうなってるかっていうと、この青のプレートが固定側のプレートで、ここに調整ネジがあって、それでオレンジから上の部分が調整ネジによってこう動くと、そういう機構になります。でこの緑の部分は一応ジンバルのつもりで、ジンバルってカメラのこの角度の振りを調整して、この姿勢を調整する部分なんですけれども、まあちょっと面倒くさいのでざっくり立方体で描いてしまっています。でその上にバスラーのカメラが乗っかっていると、まあ、そういう風になっています。でこれ実際どういう風にして調整されるかっていうことなんですけれども、この調整ネジがですね、この固定側のブロックのこの U 溝にはまっているので、これくるくる回してもここの部分は動かないんですね。で一方でこの紫の部分にはタップが切られているので、なのでこの六角ボルトを例えば右に回すと、こう紫の部分とかオレンジの部分が引き寄せられるので、こう左下の方にこう移動していくと。で逆に反時計回りに回すと、今度緩む方になるので、このオレンジから上の部分の移動側のユニットがこう右上の方にスライドしていくという、そういうユニットになります。で一応ですね、この U 溝のブロックとかこの紫のブロックはですね、1ギメピンで組み立て誤差をもう極力少なくしてしまえばですね、まあそれだけで、まあ、ある程度の精度でこう調整するっていうことはできるんですけれども、まあ、もう一つの方法としてその1ギメピンを使わなくても平行キーを使うことである、程度の精度でこうガイドできますよという、まあそういう例になります。で平行キーはどこに入っているかっていうと、この青のプレートのところですね。ここに座繰り付きの平行キーを今選定しているんですけれども、ここに平行キーがついてます。で平行キー、まあワイヤーフレームにするとこんな感じで木溝が掘られていて、そこに平行キーがこう固定されている状態です。で一方で相手側のオレンジのプレートなんですけれども、こんな感じですね。このカメラ軸方向に木溝がガーッとこういう風に掘られているという、そういう風になります。でちなみにこのオレンジのプレートなんですけれども、この木溝の幅の交差ですね、ここの幅の交差なんですけれども、JIS の表で拾ってくると中間バメになってるかと思うんですけれども、中間バメだとこうちょっと調整ネジで調整するときに滑りが悪い可能性が高いので、ここの木溝の幅交差っていうのは隙間バメにしとくのが、まあ、扱いやすいかなっていうふうに思います。で最後調整が終わったら、ここの、長穴のところに入っているボルト4箇所を固定して調整完了と、まあ、そういうふうになります。まあちょこちょこ使う機構ではあるので、ぜひ参考にしてみてください。続いて平行キーの使い方、3つ目がですね、ゲージ。ゲージっていうのは、特定の寸法を測るのに特化した部品のことを言います。
例えば5ミリだけを測るのに特化してるとか、10ミリだけを測るのに特化してるとか、まあ、そういうものをゲージと言います。まあ、例えば A という部品と B という部品があって、そこの隙間を高精度に5ミリ、まあ、例えばプラマイ 0.05 ミリ以内とか、まあ、そういうふうに厳しめに取り付け位置を調整したいとか、まあ、そういった時にですね、 A と B とのその部品の間に5ミリのゲージっていうのを挟んでおいて、でガンと当てた後にそのゲージを抜いたら終わりっていう、まあ、そういう風にして調整をしていくんですね。で5ミリを測るのなんてノギスでええやんって思う方いるかと思うんですけれども、ノギスを使って調整するとなると、ノギスのその先端って細いですから、ちょっと斜めってるとかそういうので誤差拾いますし、その細いところに対して物をガンって当てに行く行為はですね、そのノギスの先端を痛めてしまうので、もうそれ測定器具として使えなくなっちゃうんですね。でゲージっていうのは、そのゲージと呼ばれている特別な機械要素があるっていう、そういうわけじゃなくて、例えば5ミリに対してプラマイ100分の5ミリとか、まあ、そういうふうにですね、高い精度で寸法管理がされた、まあ、金属のブロックみたいな、そういうのがあればそれをゲージと呼んだりするんですよ。なのでゲージは結構自作することも多いですね。でそう考えるとですね、もちろん平行器もその寸法がしっかり管理された金属のブロックっていう部分で共通しているので、実はこれもゲージとして十分使えるんですよ。で特に平行器なんて1個数百円とかで買えますから、そのゲージとして欲しい寸法がですね、その平行器のその寸法表の中に載ってるものであれば、平行器使う方が優位なんですね。でこういう似たようなものの中にはですね、シクネスゲージっていう、まあ、そういうゲージがあるんですよ。シクネスって要するに厚さですね。あのこういう金属の板がビラビラビラって何種類かついてるような、そういう測定器具 でそこに刻印で、例えば 0.1 ミリとか3ミリとかなんかいろいろ書かれているので、例えばそういうサイズであれば、まあ、シクネスゲージを当ててとか、そういう風に使ったりするんですよ。ただシクネスゲージってですね、その薄いものだと結構種類は豊富なんですけれども、その分厚い方にはですね、まあマックスでも3ミリぐらいまでしか存在しないんですね。なので5ミリとか10ミリとか、まあ、それぐらいの寸法のゲージが欲しいよってなった時には平行器がおすすめになります。でそれらを検討した上でですね、まあ、自分の欲しいそのゲージの寸法っていうのが、まあ、平行器にもシクネスゲージにもないよっていう風になったら、まあ、自作するのが早いかなっていう風になります。でまとめなんですけれども、平行器の使い方には主に3種類ありますよと、そういう話ですね。でトルク伝達として使うっていうのはもう本とかそういうのにももういっぱい載っているんですけれども、調整ネジのガイドとか、あとはゲージとして使うっていう、そういうものは、まあ、ほぼ載ってないですね。でですね、私はそんな使い方どこで覚えたんだって話なんですけれども、やっぱりこうベテラン社員の書いた図面を見たりとか、まあ、あとは現場の方のそのメンテナンスの様子とか見てると、あ、そういう使い方もあるんだっていう風になって、まあ、そこで覚えたって感じですね。まあ、なので本を読むだけじゃなくって、やっぱり実践も大事だなっていうのは、まあ、こういうことを見て思いますね。で視聴者の方の中にですね、まあ、実はこういう部品ってこういう使われ方ができるんだよっていう、そういうものを知っていたらですね、ぜひコメント欄までお書きいただければと思います。でもしですね、そういうものがいくつか集まったらですね、また私動画作ったりとかそういうことをして皆さんに共有していこうと思うので、ぜひ書き込んでみてください。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。最後にお知らせになります。このものづくりのすすめチャンネルでは、主に機械設計に役立つ情報とか、あとは機械設計の仕事に関して皆さんと共有したいものについて動画を作っていきます。動画がいいなと思ったら、いいねやチャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいです。またものづくりのすすめというブログとか、ツイッターでも情報発信をしています。よろしかったらぜひチェックをしてみてください。それから機械設計に関する悩み相談等も受け付けております。まあ、SNS とかを見てるとですね、結構転職について悩んでるとか、まあ、そういう方々が見かけますので、まあ、もし悩んでる方がいればですね、ここならから受け付けておりますので、ぜひチェックしてみてください。それから副業で機械設計の仕事も受け付けております。まあ、フリーランスの方とか結構見かけるんですけれども、まあ、そういう方々ってマンパワーが1人分しかないのに、なんか仕事量が 2,3 人分ドガッときてちょっとパンクしてるとか、まあ、そういうこともあるかと思うので、そういう場合はですね、ぜひ私の方にご依頼いただければと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。